ちは、こんばんは。学校長荒木としまのけんきです。今回はですね、キャッスル、こちらのオペレーターについて少し紹介していた、いけたらなというふうに思っております。キャッスルって結構ね、野良であまり使う方はいないかなと思うんですけれども、実はすごい優秀なオペレーターで、クラン戦などにおいては、ピックされるチームも多いかと思います。で、うちも結構ピックしまして、でその理由としましては、やはりキャッスルの持っているこの UMP45、 これが強いという理由と、で何より、一番の理由としてはキャッスルの能力ですね。キャッスルのバリケードシールドでしたっけね、忘れましたけど、バリケードシールドだったかな、確かが、すごく優秀で、こちら2点を合わせて、キャッスルは採用されているんですけども、はい。エリアを確保して爆弾を守れ。でですね、まあ、そもそもなんでバリケードシールドが弱いか、弱いと言われているかですね、ごめんなさい、間違えました。なんで弱いと言われてんのって話なんですけれども、実はこのバリケードシールドですね、バリケードアーマーパネル、ごめんなさい、アーマーパネルですね、すいません、ご間違ってます、ずっと。はい、アーマーパネルですね、こちら、殴ると潰れます。ずっと殴ると 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11回で潰せるんですね。ただこれ今潰すのにだいたい20秒前後かかったんですね。わかりますかね、20秒前後かかります、これを潰すのに。ということはですね、ここでもしもブリーチングチャージ等々を持っていない敵がいると、20秒前後の、遅延というか20秒前後の、連携のラグであったりとか足止めをすることができるようになります。はい。で、この20秒がなんでそんなに重要かと言いますと、例えばクラン戦で、クラン戦の大体の使用時間3分なんですけれども、プレイ時間はゲーム時間3分なんですけれども、3分っていう時間の中で、最終的にポイントを攻める時間っていうのは、おそらくどのチームも大体遊撃隊すべて破壊すると1分から、40秒程度になると思います、このポイントをかける時間がですね。はい。で、1分から40秒になった時に、こうやってアーマーパネル離れてるっていうことですね。これされてると、これをまず、もしもなんですかね、ブリーチングチャージ持ってないキャラクターがここを通ってしまうと20秒程度の時間のロスがありますので、基本的には入るのを諦めてしまうということが多いです。しかもですね、こちらこの足元を見て置いときましたら、こちらをこうやって張った時に撃たれる可能性がありまして、で、相手がブリーチングチャージを張るということ自体がそもそもかなりハードルの高い作業になってしまいます。まあ、クラン戦においてはですけどね。なので、アーマーパネルを、後半の方に貼るというのは、結構重要というか強いというか、ということになります。はい。でですね、まあタイトルにもあるように、できる男は後張りっていう風に書いてあると思うんですけど、どういうことかと言いますと、これやはり、結構序盤の方にね、貼っちゃうと、仲間の阻害にもあるんですね。これ潰すのも時間かかるんですよ、普通のやつより。こうやってグッ、バーンって。なんで、仲間の経路を塞ぐことにもなるんですよね。これバネルだとこのぐらいの人たちなんですね。はい。ということは、序盤の方にこれ貼っちゃうと、仲間がいけないよってなって、こっちの遊撃が自由に行動することができなくなっちゃうので、あまり序盤に貼ることはお勧めしません。しかも敵が入ってくる手前の段階だったら、おそらく確実にドローンでアーマーパネルの位置等々確認されているので、まあ、アーマーパネルのルートを避けてきたりとか、あとはアーマーパネルがある場所に足を当ててきたりとかですね、いろんな方法を考えられますので、あまり強いとは言えません。ですが、後半、相手が残り40秒とかから1分になったときですね、その頃はおそらく相手はそんなに余裕を持って、配置を決める段階ではございませんので、例えばこちらに貼ってしまったときに、相手のキャラクター、そうですね、例えばトゥイッチが来てしまった、そんな場合、相手はこのブリーチングチャージを、ごめんなさい、アーマーパネルを安全に破壊することができません。しかもですね、ほとんどのクランがそうだと思うんですけれども、ブリーチングチャージって意外と持ってるキャラクター、持ってるオペレーター少ないんですね。ブリーチングチャージをいっぱい持ってるって言って語弊がありますね。ブリーチングチャージをピックしている選手ってのは結構少ないんですね。っていうのも、壁を破壊する場所っていうのは、大体、まあ、平均5枚程度、多くてですね、多くて平均5枚程度、まあ、少ないチームだとおそらく平均3枚程度でクラン戦1戦の1ゲーム終わらせてしまうんじゃないかなと思いますので、あまり使わないんですね、ここ。
こういう壁とか、だからみんなブリーチングチャージ持ってこないんですよ。基本的にもうそのまま使わないんだったらブリーチングチャージじゃなくて、例えばフラッシュ持ってこようかなとか、丸腕持ってこようかなとかいうキャラことになってくるので、じゃああのアーマーパネルにブリーチング弾とかブリーチングチャージを避ける選手っていうのは誰がいるかっていうと、結局、アッシュのブリーチング弾か、もしくは、スレッジのハンマーぐらいなものになってくるんですね。しかもアッシュのブリーチング弾って結構重要なアイテムですので、序盤に使ってしまう、もしくはここで使うにはもったいない、この先にもう一回使いたいっていう風になることが多いんですよ。なんで、まあ、ほぼ実質あれですね、スレッジ以外はかなりこの壁っていうのはハードルの高く見える壁になるんじゃないでしょうか。はい、ということでですね、アーマーパネルの解説等々終わりまして、キャッスルがどうなんで強いのかってことも話しましたので、今後皆さんよろしければ、アーマーパネル、そしてこのキャッスル君を採用してみてはいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。